スチュアートはイギリス海軍の駆逐艦、スコット級共同駆逐艦。後にオーストラリア海軍の駆逐艦スチュアートとなり、第二次世界大戦でクズ鉄戦隊と呼ばれたオーストラリア海軍の駆逐艦部隊を率いた。艦名はスコットランドのスチュアート町にちなむ。スチュアートは1917年10月18日に入滑するアポンタインのホーレスリーで寄港。 1918年8月22日に浸水し1918年12月21日に竣航同日イギリス海軍に収益した。スチュアートは第一次世界大戦終結前に浸水した4隻のスコット級駆逐艦のうちの1隻であった。1918年12月の収益後、スチュアートはイギリス海軍での艦歴の大部分を地中海で過ごし、 主に第二駆畜艦船隊に所属して、マルタ島を含む各地で活動した。戦後すぐには、スチュアートは、オスマン帝国崩壊やロシア内戦などで活動している。1919年から1920年にかけて、スチュアートは連合国によるロシア内戦介入に伴うイギリス海軍の作戦行動のため国会で活動する。スチュアートは、 クリミア半島の戦いが始まったことを受けて1919 19年4月にヤルタへ急破され、さらに翌1920年3月には赤軍がノボロシースクへ進撃したため、ノボロシースク撤退におけるイギリス軍の活動に加わった。スチュアートはまた、英華海戦隊を強化するため派遣され、起土戦争でトルコに対するギリシャ軍の支援を行う。そのためスチュアートは、 1920年5月のイズミル上陸と7月のバンドルマ上陸で兵員輸送船団の護衛に従事している。1921年初め、スチュアートはイスタンブール占領に従事する連合軍の一員としてイスタンブールで活動した。イギリス海軍は1923年以降、スチュアートを地中海で工場的に運用するようになり、続く10年間の後半を 地中海艦隊での演習や、その他いろいろな任務で過ごした。1928年から1931年にかけて、後に、第二海軍教となるウィリアム・ホイットワースが、スチュアートの艦長兼、第二駆逐艦船隊司令を務めている。1933年5月にスチュアートは、イギリス海軍から退役した。スチュアートとアドミラル TV、W 級駆逐艦4隻は、 それまで、オーストラリア海軍で使用されていた駆逐艦を置き換えるため、オーストラリアへ引き渡されることになった。アドミラル TVW 級駆逐艦4隻は S 級駆逐艦を、スチュアートはそれらの駆逐艦を指揮する共同艦として、アンザック級駆逐艦アンザックを代替した。スチュアートは1933年10月11日に、ポーツマスでオーストラリア海軍に就役した。 スチュアート以下5隻の駆逐艦は1933年10月17日、スチュアートの艦長、AC リリー大佐に率いられて、チャタムを出港する。一行は、スウェズ運河を通過して、シンガポールとダーウィンを経由しながら12月21日に、オーストラリアのシドニーへ到着した。オーストラリア海軍でスチュアートは当初、オーストラリアの近海で活動した。 その後1938年6月1日には退役し予備役に編入された。1938年9月29日から11月30日にかけてスチュアートは図で転機機を受けて短期間現役復帰するが再び予備役に置かれた。しかし第二次世界大戦勃発を受けてスチュアートは1939年9月1日に ヘクター・ウォーラー中佐の指揮のもとで最終駅する。スチュアートの最初の戦時任務は、ベンデッタとオーター編と共同で、シドニーを拠点とした対戦紹介であった。10月14日にスチュアートは、オーストラリア駆逐艦船戦隊機関として、ベンデッタとオーター編を連れて、シドニーを出港。フリーマントルから来たヴァンパイアと、ボイジャーとシンガポールで合流した。 1939年11月13日にシンガポールを出て地中海へ向かった一行は1940年1月2日にマルタ島へ到着した。到着の翌日、船体は地中海艦隊の任務につき第19駆逐隊に改編されたが、この部隊は後にドイツのプロパガンダからクズ鉄船体として知られるようになる。5月27日、 第19駆逐隊は D 級駆逐艦からなるイギリス海軍第20駆逐隊と合同し第10駆逐艦船隊を編成した。1940年7月、スチュアートは第10駆逐艦船隊を率いてカラブリア沖海戦に参加。さらにスチュアートら駆逐艦は8月17日にバルディア近郊とカプッツォトリデを砲撃する戦艦ウォースパイとマレーヤ、ラミリーズ、 従順洋艦検討を護衛した。浮上した潜水艦ゴンダルトスチュアート。9月29日から30日にかけての夜には、スチュアートはイギリス空軍のサンダーランド飛行艇及びイギリス海軍の駆逐艦ダイヤモンド対戦トローラーシンドニスと共同でイタリア海軍の潜水艦ゴンダルを攻撃し浮上させ降伏に追い込んだ。ゴンダルはその後上院の手で自陳した。 スチュアートとヴァンパイア、ボイジャー、フォーカンナット、モニターテラーは1941年1月22日のオーストラリア第6師団によるトブルク占領を支援した。3月にはまたパンミサキを機戦に参加。この際にスチュアートはイタリア海軍の従順洋艦皿に魚雷一本を命中させた。続いてスチュアートは3月から4月にかけてエジプトからギリシャへ 兵力輸送を行う。4月初めに、スチュアートら、クズ鉄戦隊は、北アフリカ沿岸の敵拠点を砲撃すると共に飛ぶ、ルクの遊軍へ補給の支援を行ったほか、4月19日には、バルディアを攻撃する、コマンド部隊を乗せた、揚陸艦グレンガイルを護衛している。また、スチュアートは4月に、ギリシャの戦いの敗北を受けて、ギリシャから、クレタ島への連合軍の撤退。 さらに5月に、クレタ島の戦いでのクレタ島からの撤退作戦に加わっている。6月10日から13日にかけて、スチュアートは、シリアレバの温泉駅で支援砲撃を担当。同月に法以下にあるとルクへの輸送任務に参加し、6月と7月の活動期間中で合計24回の輸送を成功させた。大規模、小規模問わず様々な艦隊行動や、 護衛任務に従事したスチュアートだったが、もともと老朽化した駆逐艦であるスチュアートの状態は1941年半ばにはかなり悪化しており、大規模修繕が必要となっていた。また、一連の活動においてスチュアートは50回以上の空襲を切り抜けており、それらの衝撃によるリベットの緩みも懸念された。7月25日から26日にかけて行われた。 最後のトブルクへの輸送任務では、アレキサンドリアへ帰るのが、やっとのありさまであり、スチュアートは、左限の期間が故障した状態のまま、大規模修理を行うため8月22日に、オーストラリアへ向かった。フリーマントルを経由して9月27日に、メルボルンへ到着したスチュアートは1942年4月まで、ドックで修理に費やした。輸送艦に改装後のスチュアート。 九百四十四年、すでに太平洋の戦いが始まっていた九百四十二年四月の修理完了後 SHK スパージョン中佐の指揮下で復帰したスチュアートは主にオーストラリア近海で戦断護衛任務や対戦紹介任務を行った。九百四十三年の終わりにはスチュアートは第一戦から引き上げられ九百四十四年初めに かけて、物資や兵員を輸送する高速輸送艦に改装された。改装後は、戦後の1946年1月まで、オーストラリアとニューギニア周辺海域で活動した。スチュアートは、第二次世界大戦中に、約25万海里を航行し、1万7000時間以上を洋上で過ごした。その活動の中で、スチュアートの乗員に一人も戦死者が出ることはなかった。 スチュアートは1946年4月27日に退役し、1947年2月3日にティーカーカンパニー S スクラップとして売却後、同年2月21日に解体地へ栄光された。解体後、スチュアートの流骨はニューサウスウェールズ州パットニーのキッシングポイント1に沈められた。スチュアートは第二次世界大戦の先行で8個の 戦闘名誉賞を受賞した。ありがとうございます。